はい、どうも皆さん、トライアングルです。ちょっとですね、かなり、青の音で白熱してしまって、ちょっと汗がすごいので、ちょっとエアコンつけることをお許しください。ごめんなさい。ちょっともしかしたらポーって音がしちゃうかもしれないです。申し訳ないです。で、今回なんですけど、多分、16時に行っていたと思います。16時に青の音、挑戦しておりますので、ぜひ、そちら見たい方は、2時間前の動画をご覧くださいませ。はい。てか、前回の動画ですね。前回の動画、先ほど投稿しました動画をご覧ください。そしたら、青の音、詳しい内容、出ておりますので、ぜひ見ていただきたいんですけど、今回は、先ほどっていうかね、言っていた通り、魔王にアシュが出現したとのことなので、挑みたいと思います。まあ、チャコンギツネでいいよね。何でも多分、何かで、キツネで挑めばできると思いますので、はい。そして、こちらですね、キュービ降臨と。チャコンギツネで、これ初めて見ます。チャコンギツネで青逃げ3回、白コンギツネ青逃げで3回、モモコンギツネ青逃げで3回と。まあ、これ多分いつも通りかな。で、中心で止めるゲームをする5回。まあ、多分これ増えるでしょう。青切れに触れず青逃げする。これおそらくね、前までの魔王にだったら難しいんですよ。ずっとしばらく止まってるっていう現象がしばらく起きちゃってたので。でも多分、今回はそんな難しくないんじゃないのかなと。で、宝箱のロッカーも使わず青逃げする。まあ、これもね、正直ね、やってたらいらなくなります。はい。拾うことしかなくなるので。そして、すべてのチャレンジクリアで、キュービー降臨、キュービーをゲットできると。いうことなので、今回、行きましょう。シレット出してから、青にアシュとやらを見させていただきますが、何色なのかも全くわかりません。ランダマッチ。行くぞ。いやー、楽しみだなー。楽しみしかない。もう本当に楽しみしかない。よろしく、こちらこそ。あ、でもこれ多分全員ボットなんでね。全員ボットなので、そんなになんか、気負うことはないと思うんですが、いや、どうなんだろう。これボットだよね、ボットだよね。さすがに、意外にボット、いや、レベル的に見るとボットだよ。さすがに、さすがに。プレイヤー部屋でとかも楽しそうだけどね。そういうプレイヤー部屋、でもね、多分そういう系はプレイヤー部屋にやると多分バグとかラグとかがおかしくなるから多分できないんだろうね。まあ、ボット部屋で全然いいと思う。ということで、じゃあ行きましょう。さあ、アシュよ、私に姿を見しておくれ。石像あるんだけど。ちょっと待って、石像あるよ。勝ちだよ。勝った。やったぜ。いや、まあ、今回ちょっと宝箱取りますけど、これ勝ったね。ちょっと待って。待って。いや、行くけどさ。早い!なんで石像あんの?あ、でも絶対これもしかして最終時点中央ってことか、じゃあ。っていうことだよね、多分。さすがに。この石像あるなんてさ、勝ちだもん。でもしばらくここにいよう。しばらくここにいて。ごめんなさい、なんか例によって多分青鬼側のバグなのか、僕のバグなのかわかんないんですけど、ちょっと秒数とかのところがね、申し訳ないんですけど、ちょっと、バグ、なんか広告が上に行っちゃってるので、ちょっといつもと感じが違うかもしれないんですけど、ご了承ください。これ、さすがに来れないでしょ?うん、来れないよね。ちょっと見てみよう。どんな感じの子なのか。でもここにいるとちょっと危ないんだよね。いや、これ本当にあるか?これあるぞ!あー、でも来てる。行くしかないか。行こう。さあ、どんな姿なのか。私に見せておくれ。お前たちの姿。うわーった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 ーさよならっわっほーこれ、能力は能力的にはどうなんだ?ん?二人いるね。足は変わらない?そんなに。加速するわけでもないけど。どうなんだろう?ほんと足のだけなのかな?ちょっとでも、絶対多分スピードは、足のスピードは上がってるでしょうね、これ多分。うん。おそらく、スピード、この石像いる?お疲れちゃーん!まあ、確かに、まあ、石像で閉じ込めるという作戦ができなくはないんだけどね、これ使えばね。じゃあこれ、最終地点ってか、石像のとこにいた方がいいじゃん。最初、毒切りのとこ見つけて。そうやんね。結構、これは、ほう。じゃあもう一戦行きましょうか。ランダムマッチ。石像があるということで、今までとかなり戦い方が変わってくる。石像があることによって、コンピューターというかね、その、ボットも、要は、ずっと生き残れるというか、短期決戦にならない可能性があるんですよね。そうなってくると、
青逃げ毒霧を食らわず勝利っていう条件がなかなか難しくなってくるんですよね。となると、だから石像を開けてあげないといけないのか、すべてのところ最初なんだったら、すべて最初石像を解放させるってのもありか。よし、じゃあちょっと行きましょうか。それでよろしくお願いいたします。そう、でも最終地点固定とかもありえるかもしれないから、右上ちょっと残しといて、開けとくか。でも開けといて、ここなんか最終地点の可能性もあるから、こうしよう、こうしとこうだから全てのところをまず開いておくということで、あ、ここは宝、あ、ここは石像ないんだね。ここは石像なくて、こっちにも道ができたんだ、新たに。でもここは、あ、今石像、今毒切り来てたね。ってことは最終地点こっちで確定だから、こちら側を閉めちゃおう。で、今、左上、左上から来てたから、右上の可能性がある。あ、右下？右下の可能性があるが、こっちは多分石像ないね。こっちは石像で止めることはできないから、となると、最終地点がここの可能性が非常に高くな、あー、そこも石像ないのか。ん？となると、右端、こっちか。ちょっとこっち行ってみよう。ここ。ここだと？ここで、こうしとこう。で、毒切り勝負になった時に、僕だけガスマスクを持ってれば、少なくとも青逃げはできるわけですよ。ちょっとそれを試してみようか。多分最終地点ここだと思うんだ。で、どんどん今、青鬼とか魔王鬼の足が追加されてるので、ここで一回、できればガスマスクを入手したい。来た。来たけど、青鬼が襲うことは不可能なので、僕たちはここに来ない。で、毒切りが、左端から来てたから、となると最終地点は右端。うん。でも、もっと右があるんですけど、上の方行くとね。でも、あそこは石像がないから、魔王鬼が襲ってくるんですよね。となると、もう残るのは僕たちしかいなくなる。ここにいる人たち。となると、そして僕はここでガスマスクを入手したんで、で、他の、その、ボットの人にガスマスクさえ取らせない立ち回りをすれば、まあ、少なくとももしガスマスクを取られたとしても、その、で、ちょうどボットがなんかね、そのガスマスクでうまく止まったとしても、石像を開けさせれば、こっちに魔王鬼がなだれ込んでくる可能性は全然あるから。で、これであとは待つだけですよ。で、残り7でしょ ?1、2、3、4、5、6。あと1、あ、これで全員だもん。これで、僕が毒切りの最終地点にいれば、必然的に勝ちは確定するっていうわけなんで。あー、なるほど。で、問題は毒切りを食らわずに勝利っていうのが、できないから、もしこうなった時に、石像開けちゃうっていうのはありだよね、賭けで。だから安定してこの状況にできるようになったら、もう今はちょっと勝ちたいんで、まあ、ちょっとそのままにしますけど、その石像開けて魔王にをこちらになだれ込ませて、で、魔王にの当たり判定って下なんですよね。だから僕はなるべく開けた瞬間上に行くという、立ち回りをすれば、全員一気に倒してくれるんじゃないかなと、思うんですよ。うん、これで多分やられない。いや、あんまりちょっとこっち行きすぎると、魔王の、あれだな、やられそうな気がする。でも、怖いな、怖いな。これ、先っぽでやられそうな気がするから。ちょっと怖いが、ここか。そう、これで、毒切りはでも食らっちゃうんだよね。そうなると、チャレンジの、毒切りも、宝箱も、毒切り食らわずっていう条件が満たさないんですよ。これ、どうするかになるよね。そうなってくると。青逃げはまあできたんですが、あー、そこがちょっと難しいかもしれない。ちょっとチャレンジちょっと今見直してみますね。チャレンジが、キュービー降臨、チャコンギツネ勝ったんですけど、これ、あれだよね、青切りに触れずに青逃げするっていう。これがちょっと厄介かも。だからこの場合は、要は最終地点になりそうな、ところの、石像開けとくっていうのはいけるかもしれない。まず、最初に毒切りが食らいそうなところをチェックして、その真逆のところ行って、その石像のところ開けとく。まあ、要はさっきのところですよね。さっきのところ事前に石像開けといて僕は逃げ続ける。っていう立ち回りをすれば、いけるかなと思うので、ちょっとそこら辺、ロッカーってあるのかな？宝箱のロッカーも使わず逃げする。石像があったからロッカーもしかしたらどっかに一個くらいあるかもしれないけど。まあ、ちょっとそこら辺もね、ちょっと探してみたいと思うんですけど。まあ、この、青逃げ自体は、多分簡単というか、さっきみたいにすればいけると思いますので、ぜひ皆さんちょっと試してみてください。はい。そして、青切りも多分、まあ、ちょっとまた、別の動画でね、
そちらちょっとやってみたいと思いますので、ちょっとぜひ見ていただけると嬉しいです。そして今回、まあちょっとガチャ、ちょっと一回10連だけちょっと引いてみようかなと思います。紹介ちょっとしてないので、サブタマン、トゲトゲしい。これね、若干僕欲しいんですよ。なんでかっていうと、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、僕デジモンの、サボテンのキャラクターいるんですよ。あれちっちゃい頃からお家にあってね、実家にあるんですけど、それ見てるとちょっとすごいやっぱり欲しくなる。そしてスプランカス、これ欲しい。問題に答えよ。こちらちょっとぜひ欲しいスキンなので、スピンクスが一番欲しいかな、特に。はい。だからちょっと新しいシーズンになったということで、最後にちょっと演技、また別で100連とかの動画上げますので、まずはちょっと10連。紹介がてら。はい。やっていきたいと思います。なんかクレオパトラっぽい子もいたけどね。その子が多分星2なので、星2でゲットしたらその子ちょっと使ってみようかなって思ってるんですけど、出てこないですかね。まあ、そんな簡単に10連で出てこなくて文句言ったらさすがにダメなんでね。まあ、これは今回ちょっとオープニングですよ。はい。まあ、でもできれば出てきてくれたら嬉しいなーっていう感じなんですけどね。はいはいはい。全部星1だ。わーい。はい、ということで。まあ、クレオパトラですね。これおそらく。はい、ということで、まあ、魔王にのアッシュ。ちょっと見てみましょうか。名前がどんなのなのかといったところなんですが。あ、間違えた。あ、本日か。名前が青鬼足なんだね。もうほんとその通りな。ちょっと待って、これさ、みんな僕が、あれですよ。激怒雷神鬼を作った色と全く一緒ですからね、これ。やったぜ。まあ、多分前から決まってたんでしょうけど、はい。偶然多分、一致したというか。まあ大体、ね、雷神鬼も赤色だったから、まあ魔王にも赤かなと思って、赤だと思ったんですけど。まあでもちょっとね、この子の攻略法は、まあ石像がかなり、重要になってくるかなと思いますし、クリア自体、クリアできるかできないかっていうのは、こちらの青切りに触れずに青逃げする、これがかなりかかってくるかなと思いますので、そちらの動画もぜひ出したいと、明日出せたら出したいと思っておりますので、ぜひぜひ見てみてください。はい、ということで、今回この辺りで終わるんですけど、明日土日ですね、明日から土日だと思うんですが、青の塔の攻略法、そして魔王の攻略法、などなどいろいろちょっと動画を出したいと思いますので、ぜひ、チャンネル登録、そしてベルマークですね、そちらぜひ押していただけると非常にありがたいと思います。はい、ということで、じゃあお疲れ様でした。バイバイ。